ロイダ・ダグラスは、イギリスの作曲家、ピアニスト、編曲家。レーフ・ボーン・ウィリアムズや、ウィリアム・ウォルトン、リチャード・アディンセルの音楽アシスタントとして働き、ショパンの楽曲を元にした組曲、レシルフィードやアディンセルの、ワルソー・コンチェルトといった作品の還元楽編曲によってよく知られる。また、オリジナルの作品も多数作曲している。 ダグラスはロイヤル・タンブリッジ・ウェルズに生まれた。音楽は独学で身につけた。ダグラスは、カルマや、ディック・ターピンといった映画音楽の制作を通して、経験を積んだ。また、ミーシャ・スポリアンスキーの、幽霊に死へ行く、アーサー・ベンジャミンの、暁の翼、アンソニー・コリンズの、シックスティ・グロリアス・イヤーズ、ニコラス・ブロズスキーの、フリーダム・ラジオ、トゥモロー・エイ・ライブ、ノエル・カワードの、 軍旗の下に、ジョン・アイアランドの、オーバーランダーズ、ワルター・ゲールの、大いなる遺産でも、女子として働いた。1937年、ダグラスは、映画、艦長の音楽の制作で初めて、アディンセルと共同作業を行った。続く、ビクトリア・ザ・グレート、ライオンの翼、ガストー、オールド、ビル・サン、危険な月光、ラブ、オン・ザ・ドール、ディス・イングランド、 This is Color, The Big Blockade, The Dale Will Dawn, The New o といった映画でも、二人の協力関係は継続した。ダグラスがアディンセルの楽曲に、どの程度関与しているかは明らかではない。アディンセルには良質な音楽上のひらめきがありつつも、還元落法の技術が未熟であることを示唆する楽曲も見られ、したがって、それらの楽曲は、ダグラスの役割が単純な助手や、 シャフシャを大きく超えたものだったことを物語っている。ワルソー・コンチェルとは完全にダグラスの手によるものなのではないかと考えるものさえいる。ダグラスは長年にわたってウィリアム・ウォルトンとも協力関係にあった。関係が始まったのは1940年11月の映画バーバラ少佐である。その後、彼はウェントザ・デウェル、ネクスト・オブ・キン、ザ・ファースト・オブ・ザ・フュー。 ヘンリー5世にも参加している。彼の仕事はもっぱら、ウォルトンが書き付けた2、3段の不評をもとにして指示通りに、もしくはウォルトンの作風に沿った形で映画音楽の一部分を還元楽編曲するというものだった。ウォルトンはザ・ベルズ・ゴー・ダウンの音楽を移植されるもののこれを断っており、代わりにダクラスにオリジナルの楽曲を提供してはどうかと提案した。 ダグラスとアーネスト・アービングは、ウォルトンが1943年3月29日の誕生日までにバレエ音楽、尋問を完成させるのを手伝った。そのわずか1週間後に迫っていた初演に間に合わせるためであった。ウォルトンは組曲、ファサードからワルツをピアノのために編曲したが、同組曲の他の楽曲のピアノ編曲はすべて他人の手によるものだった。 これを行ったのは、ダグラス、コンスタント・ランバート、ハーバート・マリル、シェーベル・マー・チャーシュラである。ダグラスは、ウォルトンのオラトリオ、ベルシャザールの共演の改訂に際して作曲者に協力しているが、ウォルトンが原曲よりも打楽器の使用を減らすことにしたことを残念がった。オペラ、トロイ・ラスト・クレシダの声楽譜の大部分はダグラスが作曲したものであり、第三幕においては、 フランツ・ライゼンシュタインが助手を務めた。ダグラスは1947年から作曲者が死去する1958年までの間、レイフ・ボーン・ウィリアムズの音楽上の助手、筆記者を務めた。彼の仕事の一つには、ボーン・ウィリアムズの楽曲の判読可能な社譜の制作があった。この過程で彼は、還元落法に関わる、様々な未決の事柄を到底していき、 ボーン・ウィリアムズのしばしば反読不能な走行を解読した。そして彼は作曲者に様々な改善提案を行ったが、その多くが採用されることになった。彼らが協力して作曲したのは公共曲の第6番から第9番まで、オペラ、テンドレ規定、中馬競奏曲などである。このようにして彼は作曲者の自筆のものより、 信頼性のある原稿を制作することができたので、あるが、それは寄付上の、あらゆる事柄を作曲者本人と議論して明らかにしたからであった。彼は、ボーン・ウィリアムズの音楽家としての技術を知る、最も重要な存命の目撃者と評されている。ダグラスは略記された楽譜の形でほぼ出来上がるまで、ボーン・ウィリアムズの新しい楽曲に触れることが、できないのが常であった。例えば、 ボーン・ミリアムズが公共曲第6番を作曲したことを彼が初めて知ったのは1947年2月13日付の手紙によってであったが彼が送付を渡されたのはそれからほぼ7ヶ月後であった通常のやり方とは明らかに異なっていたがダグラスは中馬競争曲を締め切りに間に合うよう12日間で聖書するように依頼されたしかし 作曲者のピアノフをチェックする機会がなかったため後になって楽曲に不確かな部分が生じ、これを明らかにせねばならなくなった。時にダグラスのボーン・ウィリアムズの作品への関与は単なる助手にとどまらないものだった。ボーン・ウィリアムズは1952年にカンタータ、四季の耳ら編んだ還元楽用の組曲がすっかりダグラスの作品であると考えた。 そこで彼は組曲が自作をもとにした自らの編曲でなく、ボーン・ウィリアムズの楽曲をした時期にダグラスが作曲した作品として出版されるよう取り計らった。この曲は2012年に初めて録音されている。この動画は音楽家共済基金によるダグラスのインタビューである。101歳になるダグラスがボーン・ウィリアムズと過ごした時期についてわずかに述べる部分がある。 2015年3月23日、ダグラスは107年の生涯を終えた。注釈出典。ありがとうございます。